皆さん、こんにちは、佐藤大輔です。佐藤のラジオ第五百九十七回、よろしくお願いします。はい、今回は、二千二十三明治安田生命 j ワン・リーグ第八節名古屋グランパス対川崎フロンターレの一戦を展望したいと思います。試合は、四月十五日土曜日十五時、とどろき競技場で行われます。 まあねあねのー、ちょっとグランパス、ごたごたしている状況ではありますが試合はやってくるというところかつ相手、川崎フロンターレということでグランパスにとってかなり大一番というところだと思いますのでこの試合展望していいいきたいと思います、はい、で対戦相手、川崎フロンターレですねここまでリーグ戦7試合を昇華して2勝3敗、に分け。 8.8の13位ということですね。まあ、近年のねフロントアレからするとかなり苦しんでいる2023シーズン序盤というところだというふうに思います。まあね要因いろいろあるかと思いますけれども、まあ一つ大きな要因としてはやっぱり。 主力選手のの怪我であったり遺跡なのかなかといいう,うに思いますあのセンターバック、谷口選手が移籍をしたということに加えて、ジェジエウ選手ですね、ジェジエウ選手が怪我の影響で、今季十分に出場できていないというところですね。で、おそらく明日明日ではない、土曜日の試合も欠場見込みというところで、やっぱり、 谷口選手ジェジェイ選手というのはやっぱ J でも屈指のセンターバックコンビだったというふうに思っております。ですからね、やっぱ2人同時に書くというところは。 影響大きいのではないのかなというふうに思います。で、さらにね、あのセンターバックとして出場していた車ヤ選手が、まあ、あの先日の第7節で、まあ、イエローカード2枚もらって、退場、今節は出場停止というところで、ディフェンスライン、なかなか厳しいメンバーが揃わないという状況にあるのかなというふうに見えます。で、失点数が7試合で10と。 いうところでフロンターレからするとかなり点を取られてしまっているというところなのでまあ、こういったねあのー、選手が揃っていないというところは影響間違いなくあるのかなというふうに 思いますで攻撃陣見てみると攻撃の軸ともいえるレアンドロ・ダミアン選手ですねまああのー、同じく負傷の影響で満足に出場時間確保できていない出られていないというところですねまあ、やっぱりレアンドロ・ダミアン選手圧倒的な存在感のある ストライカーだといいう,うに思いま,すまあフロンターレね、あのー、攻撃の作りのところで中盤テクニック高かったりサイド崩したりとかいろいろあると思うんですけれども最後最前線真ん中にレアンドロ・ダミアン選手がいるいないというのはやはり 大きいといいとうに思います相手チームに与えるプレッシャーというところも全然変わってくるというふうに思いますのでダミアン選手がいるといないのとではちょっとねサッカーの組み立てが変わってくるというぐらいの存在感のある選手なんじゃないのかなというふうに思っています。で得点数を見ても7試合で8点、ね、これ実はグランパスと同じ数字なのでこれをどう評価するかというところはあるんですけれどもとはいえやっぱりフロンターレからするとまあ 物足りない数字っていうところは明らかかなと特に金フロンターレからすると7試合で8得点まああのー、1試合平均1点少し1点ちょっとしか取れてないというところはあのー、数値としてはかなり苦しんでいるというところなのかなというふうに思いますんでまあ今言った通りねフロンターレなかなかメンバー揃わず序盤戦苦しい戦いを強いられているという中でやっぱ グランパスとしてはあの勝、ー、機あるのではないのかなとここまでねアウェーフロンターレ戦かなり厳しい戦いを強いられていましたけれども今節こそ雪辱と言いますかねチャンスあるんじゃないのかなというふうに思いますのでねあの厳しい厳しいアウェーフロンターレ戦なんですがなんとかねグランパス勝利をつかんでいきたいなというところかなというふうに思っております。 はいで名古屋グランパスメンバー予想なんですがゴールキーパーランゲラックス選手ディフェンダー右から野上選手、中谷選手、藤井選手ウィングバック右に内田選手左に森下選手ボランチは稲垣選手、米本選手前線右にマテウス選手チョ・ユンカ選手左に長井選手というメンバーです前節と同じメンバーを予想しますここから大きく変わるということはまあないでしょう。で 泉選手の回復具合というところにもよるんですがスタートはこのメンバーで行くのではないのかなというふうに思いますで、まあ、前節もそうなんですけれども、まあ、スタートはこのメンバーで行って交代メンバーが、ね、どこまでできるかというのが本当に、ね、あの試合の結果を大きく左右するのではないのかなというふうに思いますので交代途中から出てくるメンバーも含めて、ね、チーム一丸で戦ってほしいなというふうに思います。 はい、で、まあ、この試合の展望なんですがフロンターレ、やっぱりチーム状況決して良くないというふうに思いますで対するグランパスとしてはここまで、ね、シーズン序盤いい状況でシーズン進められているのではないのかなというふうに思います、まあ、なのでフロンターレに対して阿部で勝つなら、まあ、この試合でしょうという試合だというふうに。 思いますまあただね本当に何度も何度もやられているフロンターレなので決して侮ることはできないですねフロンターレからすると得意のグランパスをここで叩いてあの復調の兆しにしたいというところは絶対にあると思いますのでグランパスとしてもしっかり戦っていかなければいけないというふうに思いますでまあ先ほど言った通りフロンターレ 車屋選戦出場停止ということもあってディフェンスラインどういうメンバーが出てくるかわからないですけれども、あのー、深い連携が取れているということはないのではないのかなというふうに思います。なのででねグランパス3トップ、あのー、1人で 2人でもうあの仕事できる選手揃ってますので、まあ、なんとか、ね、うまく駆け引きをして攻撃を仕掛けていってほしいなというふうに思います。で、まあ、フロンターレ、ホームゲームということもありますし、グランパスがあまりあのボールをあの持たないというところもあって、ある程度ボールを保持してくるのかなというふうに思います。まあ、そうなると、グランパス側からするとカウンターのチャンスはあるというところですね。まあ、なので、まずはしっかりと、 いい守備をしてあのボールいいところで奪ってそこから速い展開で攻撃につなげていってほしいなというふうに思います。でまあそこでできたチャンスをしっかり決めるというところですね前節チャンスそれなりにあったんですけど決めきることができなかったということですね。であとは、まあ、できればスタートのメンバーで ある程度もう得点まで決めてしまってゲームを優位に進めてほしいなというふうに思います。前説のところで話したようにやっぱベンチメンバーベンチから出てくるメンバーが試合決められるというところが理想的な展開ではあるんですけれども正直まだそういった 状況、まあ、期待はあるんですけれどもね、やっぱりあのー、スタートの出てるメンバーと少し力の差があるのかなというところは率直に思います。なので、スタートから出ているメンバーで、ある程度有利な展開を作っていってほしいなというふうに思います。まあ、前節ね、得点奪えなかったので、なんとかね、ゴール期待したいなというふうに思います。で、まあ、何ていうんでしょう、個々の選手がどう思っているかはわからないところではあるんですけれども、まあ、やっぱり、 フロンターレ戦、まあ、苦手意識というか怖いなというところはあるまあこれまでフロンターレなかなか調子上がってないとは言ってもやっぱりねえというところあのフロンターレだしなというところはあるやっぱりそういったイメージを払拭していくためにもやっぱり一個一個勝っていくしかないなというところはあるのかなというふうに思います。 でまあ、なんていうんでしょう相手、どのようなディフェンスラインになるのかというメンバーになるのかというところはあるんですけれどもまあ、なんていうんでしょう狙えるところがあるのであればもう1点狙いではないですけどしっかり狙っていってほしいなと思うとにかくそういう最善を尽くさなければね倒せない相手だというふうに思いますやっぱりフロンターレあの総合力力のあるチームだというふうに思いますのでね一瞬の気を抜くことなくしっかりと戦いきってほしいなと。 いうふうに思います。まあね、あのー、繰り返しですけれども、チーム状況が良くないといっても、やっぱフロンターレはフロンターレというところで、あのー、かつ、アウェーゲームなどでね、フロンターレから見ると、ホームゲームということで、ここでまたちょっとグランパス相手にやってやろうという気持ちで来ると思いますので、厳しい試合になるということは間違いないというふうに思います。アウェーの地でね、なんとかフロンターレ相手に勝ち点3を掴み取ってほしいなというところかなと。 いいう,うに思います。はいそんなところで佐藤ラジオ第597回今回はこの辺りで失礼したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたそれでは失礼いたします